どうも、一流デュエルリンクスラジオパーソナリティのリュウです。さあ本日もデュエルリンクスラジオのお時間がやってまいりました。本日のトークテーマはこちら、最強のノーマルカードランキング。本日はモンスター編となっております。ノーマルカード、まあ、デュエルリンクスにはですね、あの4つレアリティの種類がありましてですね、ノーマル、レア、スーパーレア、そしてウルトラレアと、いう風になってるんですけども、ノーマルカードでも十分強いカードっていうのはたくさんあるんですよ。で、今回はそのノーマルカードにあのスポットライトをねバシッと当てまして、ノーマルカードのモンスターの中から私がこいつノーマルじゃなくねと思っている、モンスターを第5位から第1位までね発表していきたいと、そんな風に考えております。いつも言っている通り、私の独断と偏見が大いに入っておりますので、そちらご了承ください。それでは第5位からやっていきましょう。第5位、孤高の獣。いやこいつ R か SR かくらいの性能、なんなら UR の性能してるかなと、個人的にはちょっと思ってるんですけども、孤高の獣ね、あのこれ OCG の方でもですね、確かねノーマルレアかなんかだったと思うんですが、デュエルリンクスの、方ではあのノーマルカードとして、普通にノーマルカードとして、実装になりました。単純にそのあの効果は、自分が召喚に成功すると手札から1枚あのモンスター除外して、でそいつと同じ種族のやつを、ゲームが除外できると、デッキからで、破壊されると除外されているなんかカードを1枚回収できるみたいな効果なんですけども、単純にやっぱり2枚除外できるってめちゃくちゃ強いですよね。めっちゃ強いと思うんですよ。例えば、まあ、よく採用されているのはサンダードラゴンとか、メタファイズとかあたりですかね。あ、よく採用されているのはこいつ本当強いんだよね。であのもちろんサンダードラゴンに入っている札としては初動札になるんですよ、こいつが。なのでやっぱ上級が多いテーマですから、サンダードラゴンっていうのは、まあ、かなり事故りやすいという中で、彼がいることによって一定の安定感を担保できるっていうのは素晴らしいことで、個人的にはやっぱそのメタファイズに入ってる、その孤高の獣がめっちゃ強いと思うんですよね。こいつめちゃくちゃ何がうざいって、その除外されているカイストロイドをもう一回回収してくるっていうクソうざいムーブあるじゃん。こいつ破壊されると除外されているカードを回収できるんで、一回そのカイトロイドでライフ耐える、で墓地からもう一回カイトロイド除外して耐えるっていうことを使った後に、ここの獣出して、でここの獣破壊されたらもう一回カイトロイドを使い回せるんですよ。これね強いし、相手にするとマジでうざい。これ強すぎる、この回収効果で。この効果だけでもやっぱすげえイライラするしね。これだけ、この効果、回収できるっていう効果だけでもやっぱ N じゃねえだろうなと、個人的には思っています。見た目は、めっちゃ手抜いてるんですよ。なんかそのまんま狼じゃないですか、これ。まんま狼。その辺にいる狼と変わんないですよね、これね。なんで、デザイン的には L なのかなと思うんですけど、効果めっちゃ強いから、これは L じゃない気がするな。イラストもうちょっと頑張ってほしかった。さあ続きまして第4位の発表ですね。第4位はこちら、鳥獣武者ダブルホーン。いやこれはね、まあいろいろ諸説あるんですけれども、なんか鳥獣武者ってなんか一番強いのダブルホーンじゃないか説みたいなこれは言い過ぎたか、さすがに。でもね、ダブルホーンってめっちゃ強いんですよ。まあ、効果なんですけども、鳥獣武者に装備できて、2回攻撃することができるようになりますよという効果。そして、これね、忘れがちの効果なんですけど、自分のメインフェーズに鳥獣武者に装備できるじゃないですか、こいつ。で、それを解除することができるんですよ。その、効果でこのカードが装備されている場合、装備されているこのカードを特殊召喚できるっていう。これがね、実はめっちゃ強いんですよね。例えば今チューナーいねえと、手札にチューナーいないどうしようっていう時に、ポンって出してなんかモンスターで適当になんか第8とか出して、で、ダブルホーンつけて、ダブルホーン装備解除して特殊召喚して、その装備解除したダブルホーンになんか仲裁かなんかつけて、で仲裁をリリースして、チューナー持ってくるとかもできるんですよ。だからモンスターの数を増やせるっていう、それがやっぱ結構その2回攻撃できるっていうのに注目されがちなんですが、実はそっちが強いんだよっていうこともあるんですよ。結構今ね、だいぶねランク戦とかでも減りましたけど、鳥獣武者安くて強いテーマなんですよね、これですね。ランク戦とか、まあ、今だとちょっとキングとかになるのはちょっと難しいのかもしれませんが、まあこいつの2連打で負けることは多いですね。で鳥獣武者のなんだろうな、いけないところは、
結構ね操作量が多いんですね、リンクスにおいては。リンクスって結構その、まあ、割とその自分のターンが短いデッキが結構多い中で、超重武者って自分のターンめっちゃ長いんですよ。シンクロする操作がめちゃくちゃ多いじゃないですか。その、まあ、デッキからなんか出してきて特殊召喚して装備して、で、リリースしてまた特殊召喚して、で、チューナー出してきて、チューナー回収してもう一回出してみたいなことするじゃないですか。すげえ多いんですね。だから相手からするとめっちゃターン長いんですよ。これが若干やっぱそのめんどくさいがられてる。要因ではある。まあ正直、もう一体ね、そのグローブっていうなんかめちゃくちゃ強いモンスターがいるんですけど、そいつも嫌われてますけど、言うてやっぱね、ダブルフォーも結構鬱陶しいんだよね。で、操作めっちゃ長いのに、ワンキルしてくるかどうか分かんないんですよ、まだ。その、忍び足ぐらいを出した段階ではまだ分かんなくて、その、ダブルホーンと、グレートウォールが両方あるかどうかが、まだ分かんないから、最後まで見守ってないといけないんですよ。これがめんどくさい。ランク戦闘で当たってもなんかめっちゃ長いんだけど、回してんのは。だけどダブルホーンとかグレートウォール持ってないかもしれないから見てないといけないんですよね。結局なんかグレートウォールとダブルホーン好きだって、いや持ってんのかいってなるっていうね、持ってんのかいっていう、これがねめんどくさいポイントですね。はい、デュエルリンクスって結構ね行き急いでる人多いんですよ。スピードデュエルなんで結構休憩時間とかにやってる人も多いんですけども、休憩時間とかでなんか超重武者に当たって、なんかその結局グレートウォール持ってんの、ダブルホー持ってんの、どっちなの、いや持ってんのかいみたいな、これがめちゃくちゃめんどくさい。というわけで、まあ強いってことです。めんどくさい、うざいってことは、まあ逆を返せば強いってことなんで、まあこれはちょっと N としてはかなり性能高い方かなというふうに思ってます。忍び足グレートウォールダブルホーン。さあ続きまして第3位はこちら、ミズジャッジ。ミズジャッジ、これ多分ねデュエルリンクス特有の強さなんじゃないかなと思ってるんですけど、皆さんどうでしょうか。このモンスターなんですけども、結構ね変わった効果を持ってまして、永続効果、永続効果で強制効果になってますね。このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手のカードの効果が発動したら、コイントスを2回行って2回とも表だった場合は、効果を無効にすると。これね永続効果になりますんで、結構カウンタートラップとかも一応表が出れば止めれるんですよね。でこれ、このモンスターがなんでこんなに強いかっていう話をするんですけども、やっぱりですね、スキルが悪さしてるんですね、デュエルリンクスっていうのは。大体、ミズジャッジは、こんなカードね、別に OCG とか使っても強くないですよ。なんでかっていうと、4分の1ですよね。4分の1でしか無効にできないカード。弱いですよね、基本的には。弱いんですけど、なんとね、デュエルリンクスだと 100% 止めるカードになるんですよ。なんでかっていうと、スキルがあるから。スキルで、絶対運命力っていうのは、スープチートスキルがあるんですけども、なんか今回の KC カップでもね、活躍したらしいですが、この、絶対運命力っていうスキルは、デッキの中になんか7種類 の, コイントスをするカードが入っていると、必ずそのデュエル中3回まで絶対に表が出るっていうスーパーチート激ヤバスキルなんですよ。このスキルを使うことによってミズジャッジ先行ポン出しがもう絶対カード何でも1回止めるまでなんですよ。強すぎるでしょ、これ強すぎるんですよ。これまあ正直、効果の性能的には N だとは思うんですよ、正直ね思うんですけど、これデュエルリンクスにおいては圧倒的に UR くらいの強さをしてると思う。だって必ず止めんだよ、何でも強制だけどね、強制だけど必ず止めるってめっちゃ強いし、あと地味に打点高えのこいつ1800っていう、これがめんどくせえんだよな結構。またとりあえずね、なんかねカップオブイス一回パッて使ってペペって強欲なツボして、で水たち召喚してなんかセットセットエンドみたいなことされると、もうね勝てる気しないんだよね、めちゃくちゃ鬱陶しいんだよな。あれ最強ムーブすぎる、先行ムーブが水ジャッジ召喚セットセットエンドが、カップ水ジャッジセットセットエンドが強すぎて、まあ強す、これはねこれ N じゃないね、これは圧倒的に N じゃない、これはみんな多分理解してくれると思う。まあでもいいことですよね、OCG ではそんなに活躍してるイメージないですけど、デュエルリンクスでは本当死ぬほど活躍してるんで水ジャッジ、そういう意味ではデュエルリンクスで活躍してくれたいいモンスターの典型例なんじゃないかなというふうに思っております。カップオブエース初手で2枚使ってるのマジでやめろ。さあ続きまして第2位ですね、第2位はこちら、サブテラーの戦士。いやサブテラーの戦士もねこれ N じゃないんだよね、性能的にはやってることは N ではない。まあ正直そんなに OCG で活躍してるイメージあんまないんですけど、デュエルリンクスってスキルで、さっきも言ったけど、スキルがめっちゃ強いんですよね。で、これこいつはちなみにスキルをナーフさせた、張本人なんですけども、
仮面魔獣の下準備っていうスキルがありまして、これあのどういうスキルかっていうと、スキル手札に1枚デッキ戻して、なんか、メルキド四面獣かカースドギュラを特殊召喚できるよっていうスキルだったんですよ。このスキルがねめっちゃ相性が良くて、サブテラの選手と。これ戦士どういう効果かっていう と、デッキからサブテラを墓地に送って、フィールド上の自身を含む、モンスターをリリースすると、墓地を送ったサブテラモンスターを特殊召喚できると。で、サブテラーが、ちなみにこの効果ね、相手ターンでも発動できるよっていう誘発特殊効果っていうやつなんで、まあ、やっぱりサクリファイスエスケープができるというのが強いと。で、自分のフィールド上の、サブテラーマリスモンスターがリバースすると墓地から蘇ってくるんですよ。これダメ捨てでも発動できるんですよ。これ強すぎるでしょ。なんでダメ捨てで発動できるんだみたいなね、効果なんですけども、この、要は、特殊召喚しながらまた戻ってくるっていう、まあ、要は何回も何回も使い回せると。そして相手ターンでも発動できるっていうその逃げられる効果が相まって、まあね、サブテラーも環境だったんですよね。その下準備が修正される前までは。今だと多分ね、迷宮作成とか、まあ、あとリバースモンスターを積んだ、サクリバースモンスターを積んだ、サブテラーが多分主流になってると思うんですけど、昔は本当なんか仮面魔獣一択みたいな感じで、サブテラーの選手のせいで本当仮面魔獣の下準備がサブテラーの下準備、まあリグリアードの下準備って言われていたんで、その頃はね。だから、まあ、そんなに悪さしていた。こいつね、やってることは N じゃないね。ちなみに、私がよく開いているノーマル環境大会、ノーマルカードしか使っちゃダメな大会とかでは、もう完全にサブテラーは全部禁止にしてます。もう一強になっちゃうんで。一強になっちゃうんで、そんぐらい強いんですよ、サブテラー。サブテラーの戦士、効果長くて読む気しない。さあ、最後ですね。最後第1位の発表はこちら。ムーンライト、クリムゾンフォックス。当たり前すぎ。当たり前すぎ。いや、N、こいつ N おかしいだろ。こいつ N おかしいだろ、どう考えても。まあね、言わずもがまあ皆さんもやられにやられてきたと思うんで、よくご存知なんじゃないかなと思うんですが、効果でね、墓地に送られると、フィールド上の、相手のフィールド上の表側表示のモンスター1体を、の攻撃力をゼロにできると。自分のフィールドの、ムーンライト、月光を対象にする、効果が発動したら、墓地のコイトを除外して、発動を無効にしながら、1000ライフずつ回復するっていう、まあ、そういう効果になっておりますと。もうね、この人はね、ネオスと寝すぎました。はい。ムーンライトというよりかは、ネオスと寝すぎました。まあ、もちろんムーンライトデッキにも入りましたよ。もちろんムーンライトデッキにも入ってたし、ムーンライトデッキも必要だったんですけど、ネオスとあまりにも寝すぎた。でもね、4000しかライフがない。デュエルリンクスに実装していいカードではなかったかなというふうには思っております、基本的にはね。だってさ、対象に取れるモンスター1体であれば、大体そのリュウマドを握ってたら勝ちなんですよ。リュウマドでネオスフュージョン持ってきて、ネオスフュージョンで、ムーンライトクローズフォックスを落として、でゼロにして1800と2600で殴ってワンキルみたいな、グッドグッドグッドみたいな感じじゃないですか。これイージービンすぎない、あまりにも。まあね、今は、現在は、リミット2、クリムゾンフォックスがリミット2で、で、ネオスフュージョンがリミット2で、リューマドーもリミット2っていうね、地獄みたいな、もう打天使の刑、ならぬ、ネオスの刑と言われてるんですが、ネオスの刑されてるんで、どんだけ強かったか、このキツネが。わかりますよね。まあ、あれはね、結構バレットネオスっていう、デッキがあって、それが活躍したからっていう理由ももちろんあるんですけども、やっぱりですね、月光、ネオスでパッて、月光をパッて落とすのは、やっぱり良くないですね、これは。はい、あまりにもイージービンすぎる。でね、こいつがね、規制された時のね、なんかね、規制分もまあふざけてて、攻撃表示で、なんかモンスターを召喚することに甚大なリスクが発生するため規制しますみたいな感じの、クソふざけた文章だったんですよね。でもね、全員思った。リンクスミは。確かにって思ったね。確かにって思った。もうだって攻撃表示でモンスター出すのはプレミって言われていた時代だったんでね、その時は。未だにヘルカイザーか江戸と当たるとドキドキする。さあ、というわけでいかがでしたでしょうか。皆さんのね、ぜひね、どう思ったか、N カードこんなのもあるよみたいなの結構あると思うんですよ。今俺が思いつく限りのカードを挙げたんですけども、これね、 N カード見てるの結構面白いんだよね。ちなみに我らがシャイニング松坂の兄貴は N カードの効果を読み込むっていうのが趣味らしいんで、皆さんもですね、ノーマルカードぜひね、隅から隅まで読んでいただきたいというふうに思ってます。思わぬ掘り出し物が生まれる可能性があるから。はい。それではまた次のデュエルリンクスタジオでお会いしましょう。バイバイ。